はい、皆さんおはようございます。家事散歩のお時間ですよ。はい、今回はですね、そうですね、この雰囲気ちょっと違うと思いますけども、そうなんです、今回はですね、吹田市にあります江坂公園に来ております。はい、今日はですね、この江坂公園をシップさんがリニューアルされたということで、いろいろ体験してみたいなと思います。家事散歩。はい、ということで、ここからはシップヘルスケアホールディングスさんの方と一緒に進めていきたいと思います。それではどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。シップヘルスケアグループウェルビーイング推進室の中村です。お願いします。まあ、シップさんとガンバ大阪はパートナーになって10年目ということで、はい、かなりおめでたい、おめでたいです、会にはなっております。で、またあのシップさんのことはね、あのガンバ大阪の公式 YouTube で、はい、あの家事散歩特別編ということで、あの紹介させてもらってますので、はい、ありがとうございます。またそちらの方もあのご覧にいただけたらなと思います。このシップさんがこの江坂公園を管理運営してるっていうのは、これは、はい、大阪府の吹田市の春日で、創業して、はい、昨年創業30周年を迎えまして、江坂公園と桃山公園のパーク PFY の公募が相次いで出まして、はいはいはい、地域の皆さんへの恩返しということで今回受託させていただきました。なるほど、吹田ならではのね、地域貢献ということで、はい、素晴らしいですね。じゃあ早速ちょっと案内してもらっていいですか。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは図書館からご案内させていただければと思います、はい、よろしくお願いします。2023年4月にリニューアルオープンしたばかりになります。最近ですね。はい、ではご案内します。はい、よろしくお願いします。じゃあ失礼します。入っていいですね。はい、はい、図書館久しぶりですね、中村君は。はい、はい、あの1階には本や雑誌、はい、新聞、CD や DVD など置いてまして、閲覧スペースご案内させていただきたいと思います。閲覧スペースもあるか。はい、2階になりますので、はい、上でこう本とか持ってきて読めるんですね。はい、2階は30席程度ありまして。30席あるんですね。はい、へー。本を持ってきてパソコン作業などもできます。なるほど。カウンターのところにはコンセントもついてますので。あれだ、僕何マッサージ。はい、マッサージチェアになってます。マッサージ。はい、疲れたなと思ったらここで横になっていただい て、これマッサージもついてるんですか。 横揺れとか。あ、横揺れ。はい、実は当社のグループ会社の商品になってます。ご使用いただいて家に良ければ。これいいなって言うてこれどこのやシップさんのやぜひこっちにも入ってみてください。これ入っていいですか。はい、お子さんが楽しんでいただけるように迷路のような作りになってまして。なるほど。はい、これはあれ、これどっから出口。こっちです。あ、こっち。はい、こちらに。こう言えばいいですね。はい、いやでもこれすごいな、これでも楽しいわ。こちらがあの読み聞かせができるスペースになっておりまして、うわ、靴を脱いで上がっていただくんですけど、こちらでお母さんとお子さんが一緒に座って。ほー、ま、ほんまや、これめっちゃくつろげるで。はい、でこの景色緑あるし、はい、これはでも自然の中でこんな図書館あったら最高ですね。はい、お母さんには嬉しいポイントが、こちらにも授乳スペースがありまして。あ、授乳スペースあるんですね。はい、じゃあもう赤ちゃんとかでも全然連れてって一緒に、はい、へー、これはねありがたいんですよ、お母さん。これはいい、開放的。ぜひ芝生で本読んでいただけたら。あ、これでも家族連れ、はい、カップルもそうやけど、なんかいろんな楽しみ方ね、いろんな人に楽しんでもらえる、はい、ような感じですよね。はい、これなんかありますよね、これ気持ちいいですね。海外でも、はい、でも海外とかだったらこうちょっとこうちょっと寝そべりながらね、こうやって言うんです。この絵本面白いね。面白いね。面白いですね。これ、あ、ありがとうございます。乗っていただいてありがとうございます。
公園のテーマがアンダーザツリーでして、アンダーザツリー、はい、木の下で憩う、木の下で集う、木の下で考える、木の下で楽しむというテーマになってます。リニューアルの時に新しくで、健康なお子さんから車椅子乗っているお子様まで、どんなお子様でも楽しんでいただけるように、江坂で初めてのインクルーシブデザインになってます。あ、これちょっと柔らかい、柔らかい柔らかい。え、でこうやって、あ、こうやって下に降りていくんや。で下に降りて、あ、こことつながってるってこと。うわ、うわ、あ、これは楽しいぞ、これは楽しいぞ、これはやばいやばいやばい。一番子供好きなんこれ、滑り台、滑り台、ただの滑り台ちゃうよこれ、筒状になってる滑り台やから。いきますよ、はい、行きます。うわわ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 わこんにちは。あ、よく来られるんですか、江坂公園。そうですね、週に 1,2 回ぐらいは。最近歩けるようになったんで、この辺割と安全で段差とかも少ないんで、遊ばせたりとか。こういうなんか街中にこういうのあったらいいですよね、はい、助かりますよね、はい、よかった、あのガンバ大阪公式 YouTube のカジ散歩という YouTube で、はい、カジ散歩検索してもらったら、はい、こんにちは、こんにちは、こんにちは。もう、あ、あ、寝てるふりしてるけど目もこんな、こんななってる何歳ですか？2歳か。2歳。近くにこういう公園があって、あ、とってもいいです、楽しいです。そりゃ来ますよね。あそこに美味しいパンケーキ屋さんもあるんで。あ、そういうことか、そうやね、はい、公園で遊びつつもあそこでね、はい、ご飯食べれる、ご飯食べてまた遊んで。これはでも最高ですね、全部揃ってますね。揃ってます、確かにはい、ということで今さっきね、はい、あのインタビュー、お母さんと子供たちにインタビューしたんですけども、はい、なんかもう早速あれですね、地域に愛されてますね、この公園大好きですみたいな、嬉しいです、ことを言われてます。ありがとうございます、インタビューしていただいて。いえ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 、実はこのトイレだったり、うん、こちらの休憩所、あとベンチもリニューアルさせていただいておりまして、綺麗になってます。綺麗、はい。では次は当社が運営しているカフェをご紹介させていただければと思いますので。そうそう、なんですか、うちと競合しようと思ってるんですか、それは。え、そんなことないです、うちのガジカフェと争おうとそんなことないです、負けないよ名前もね、公園の通りブランコで、はい、パークカフェブランコです。カフェブランコです。カジさん、ここが県外なんですけど、はい、インスタスポットになっております。あー、そういうこと。はい、は、写真撮っていただいて、あ、ここに座って、はい、ぜひお願いします。インスタ映えスポット流行ってますもんね。下物、はいこれはちょっと窮屈やな、でもなこれわかんないこれはいけるかな、はい、はい、失礼します、はい、あ絵面大丈夫ですか、これ絵面、はい、ありがとうございます。カップルだとこんな感じですね、はい。ありがとうございます。うわ、来ました。ボリューム満点。めちゃくちゃ見栄えがすごいですね、これ。え、これはもうあれですよ、シンプル。もう本当にメープルのね、プレーンですね。これ3つ入ってるんですか？もうたっぷりね、シロップかけるんですよ、僕は。これ僕ね、食べ物の中で一番好きなのよ。うん、好きなやつや、これ最高やね。めちゃめちゃ柔らかい、ちょうどいい甘さ、シロップも。で最後に極めつけ、このアイスクリームね、これ最高、この組み合わせで、この緑見ながらね、もう最高です、これは。
いや美味しかったです。ありがとうございます。いっぱいいただきお腹いっぱいです。ありがとうございます。はい、まあ、ここからあのねシップヘルスケアホールディングスさんの白石さん、はい、どうぞよろしくお願いします、うん、と一緒に、ちょっとインタビューということでいろいろ聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。お願いします。中村さんとあの白石さんはあの結構サッカー詳しかったですか？パートナーに、ま、なってからかな。なってから、なってからね、まあ、まあそれはね、はい、うん、ただもうスポーツ全般がもう我々やっぱ好きなので。スタジアムには行かれるんですか？まあ、おかげさまで、まあ、近いですし、はいはい、足を運ばせていただく機会も多い、まあ、社員も結構行ってますね、はい、結構ね、はい、来てくださってますよね、はい、まずそのシップさんがなぜこの江坂公園をリニューアルすることになったのかというのをちょっとお聞きしたいんですけど。そうですね、私たちは1992年から30年間、はい、ヘルスケアの領域で命を守る人の環境というのを作ってきました。はい、一方でこの公園もですね、この地域の人々の健康をまあ支える、まあ、ヘルスケアの領域であると、地域の方々がほっと一息つけたり、まあ、先ほどの遊具で子どもたちがですね元気いっぱいに遊んでいく、まあ、いわゆるウェルビーイング、人々の生活をより良くすると、そのような場であり、まあ、我々シップグループが守るべき場であるという考えから、こちらをの公園プロジェクトをスタートしました。で、地元の誇りであるガンバさんと、やはりこれからもですね、あのガンバさんにも協力いただいて、地域の方から愛される、でみんながここでこう元気になる、そういった、まあ、イベントであるとか情報発信をしていきたいなというふうに考えてます。うん、なるほどね。なんかいろんなことを考えてますね、本当にね。でもこのリニューアルする、何かこのなんか大切にされてることってあったんですか？地域の方の声、例えばこのカフェもですね、地域のお母さん方から子供が遊んでる時にちょっと一息、休憩できる、そういったなんかおしゃれな、カフェが欲しいなということで、よしということでこれを新設しました。江坂公園というのはビルに囲まれながらも非常に緑豊かな公園なんですよね、はい、なので、まあ、そういった住民の方からなるべく木を切らないでくれという声も多かったので、もうほとんど木は切らずにですね、新しい施設を作る、そういったことを心がけました。これは最高のね、立地で最高の環境ですよね。ありがとうございます。本当に、いや、こちらこそありがとうございます。これからもこれからもよろしくお願いします。なんか大阪も何かしないといけないですね、これね。ぜひね、はい、そうですよね、お互い協力し合いながらね、はい、はいはい、はい、シップさんに聞いたところね、また新しいレストランができたということなんですけども、こちらなんですよ、グッドスプーンさん、江坂公園店。このね、またレストランが出てる、このグッドスプーン、これスプーンなんですけどね、スプーンできたと思う。またちょっと一回中に入ってみて食べてみたいと思います。食べれるんかな、絶対食べるで。よし、あ、すいません、こんにちは。こんにちは。あ、どうも、どうぞご案内いたします。いいんですか？わ、おしゃれな店ですね。また木が多くて、あ、こっちいいですか？へえー、うわ、店内おしゃれ。あ、こちらどういったお店なんですか？はい、当店では店内で作っている自家製ムラッタチーズを使用したメニューがおすすめのイタリアンレストランです。ここなんかおすすめのメニューとかって何かあるんですか？はい、カスマルクとハンバーグとボロネーゼになっております。はボロネーゼ、はい、ハンバーグ、はい、はー、え、それえ、いいんですか？もうちょっとお腹減ってきたんで、ちょっと注文全部いいですかね？それ注文します。あ、いいですか？はい、いや、じゃあよろしくお願いします、はい。いや、今日はいいロケになりましたね。あ、これがビスマルク。はあ、これはチーズ、ベーコン、ほうれん草。うわ、シンプル。しかも卵。これ最高ですよ、これ。うわ、これは絶妙な組み合わせやな。これは美味しい。こちら王様のボロネーゼでございます。来ましたよ。こちらチーズですね、ナイフで真ん中の方を切っていただくと中から柔らかいチーズ出てきますので、パスタに絡めてお召し上がりください。あ、柔らか、見て、うーわー、中から出てきたよ、これチーズ。お、このソースとかも最高よ。ミンチパスタ、このブラッタチーズ最高。失礼しま
あ、来ました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 。うわーすごい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 。鉄板焼きハンバーグでございます。もう飛んでるもんな肉汁が。上からですね、チーズの方をかけさせていただきます。はい。はい、うわうわうわこれや。うわうわすごい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 。これはね、五感そそられるね。これ演出よし、見た目よし、でこのボリューミーな感じ。うわこれは最高。演出、香り、見た目、もう子供から大人までこれ喜ぶやつよ。うーわー、じゃあいただきます。うわこれは最高。ちゃんと肉の食感もしっかりしてて、なおかつもうそんなもん全然硬くないよ。でこの上のチーズ絶妙に絡み合ってるな。これはぜひ食べてください皆さん。ハンバーグ、これは最高。これは食べるかやるわ、ハンバーグ。かなりあの地域の人に、ね、寄り添ったあの素晴らしい知恵を絞ったいい公園が、あの江坂公園ができてたと思います。今からガンボ大阪もね、このシップさんを見習って、この地域貢献、ガンボ大阪愛されるクラブになっていければと思います。で引き続きあのガンボ大阪カジアキラも応援していただければ、いいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。